記事ですね。これ頭も尻も隠してない状態でね、よく目立ちますよね、オスのこの赤い顔の付近がね。これ皆さん、野鳥を撮影される方ってどれぐらいの距離から撮影されているんでしょうかね。まあ、このカワセミでね、おそらく60メートルから70メートルぐらい先なんですよね。何か頭に花がなんか冠みたいに見えますよね。で、まあ、手持ちですんでね、このようにね上下しますよね。苦しいですよね、ちょっとこの距離だとね。まあカワセミの場合は近い場合でね、まあ、20メートルでさぐらいの近さで撮影できることもあるんですが、まあ、大体河川の堤防を歩いておりますのでね、河川の幅、大体向こう岸にいることが多いというか、まあ、そういった場面が多いんですけれどもね。ですから川幅で大体今60メートルから80メートルぐらいじゃないかなと思っております。でしかもそれ以上に近づくっていうことはできないんですよね。ですから川がありますので、また、散歩しながらっていうこともありますので、何でしょう、それほど長くその場にいるということがありませんのでね、まあ、たまたま見かけたカワセミを撮影していると、まあ、野鳥などをねしていることになります。こういったカモたちはね、川の中ほどにいることも多いので、まあ、近ければそれこそ10メートルぐらいの時もありますし、30メートルぐらいの時もありますね。このカワセミでもね、今言いましたように、そうですね、これは70メートル以上あったんじゃないかなと思いますよね。これ以上ねアップすると画面が安定しませんのでね、まあそれほどズームアップするということはあまりないんですがね、伸びた木がねこのようにちょっと伸びた木ですね、ちょっと草の陰で分かりにくいんですがね、このように伸びた木を見つけた場合はね撮影するようにしております。この伸びた木で50メートルぐらい先でしょうかね。この日はね青地をよく見かけましたね。昨日あたりから大変よく見かけるようになりました。ですからその野鳥との距離といいますかね、どれぐらいの大きさで観察できたらいいかっていうことはね、まあ、それは人それぞれ満足度が違うと思うんですけれどもね、まあ、これこれはもう全然隠れる気がないな、これはこの記事はね、何か物が落ちてるなっていう感じで撮影したら記事だったんですけどね。早っ、はいはい、記事って結構こう走るの早いそうですね。ねえ、まああんまりこう高いところを飛んでいるっていうのは見たことはないんですけれどもね、この走っている姿今ご覧いただきます。スローで見ても結構早い、結構早いな、ほんまね、早かったよね、もう星郎さんね、早かったねって言ってますよね、星郎さんも。星郎さんの場合はね結構近くでいることも多くてね、2、3メートル先のこともありますよ。このカワセミで、まあ、20メートルぐらいですかね、まあ、運よくこちら側の向こう岸ではなくてね、こちら側にいるところだったんですが、まあ、これは幸運と言えると思いますね、私の場合はね。まあ、少し撮影が難しいようなところだったんですがね、まあ、カワセミの大きさだとなんとかこうピントが合わせるかなという、これが伸びた木ぐらいの大きさだとねちょっと難しいんですけれどもね。でもカワセミってね、実際目の前で見ると非常に小さな鳥ですよね、意外に。初めてご覧になった方はびっくりされると思うんですよね。もう拡大して撮影 された写真とかね、動画を見られることが多いと思いますのでね、私も未だに目の前でカワセミを見ますとね、こんな小さかったかなって思うぐらいですよ。
まあ、これがまあ肉眼で見るのとあんまり近くないか、まあ、水面に映っているのも一緒にね映した方がいいかなということで、ちょっと画角を変えてみたところです。このようにね、これも青字だと思うんですよね。いや本当に青字急に見かけるようになったような気がしますけれどもね。セグロ石蓮を先ほども水浴びしてたところをご覧いただいたと思うんですがね、今日はやたらにあの野鳥が水浴びしているところというかな、まあ羽繕いというのかな、そういうところを見ましたね。あの大サギまで水浴びしているところがあったんですがね、撮影はできなかったんですがね。これが何だったのかな、カラスじゃないと思うんだけどね。ちょっと最近猛禽類に敏感に なってましてね、ミサゴをね撮影連続で何回かしてからね、このようにねカモの仲間はこういって水を上手に使って羽繕いしていることが多いですよね。これは子ガモですけれどもね、カモ類も結構綺麗好きなのかな、結構念入りに やっていることが多いですよ。あ、これも青字だったのかな。やたら同じ鳥を何遍も見る日ってありますよね。今日は青字デーだったのかな。カワセミを探せ、わかりますかね。まあ、大体こう石の上にこんな形でいる時はね、なんとなく不自然な石の形だなと思ったらね、カワセミがいることが多いですよ、石の上にね。これは何や、これは何やって言ってるんですけど、ご覧ください、ちょっと分かりづらい、めちゃくちゃあの逆光で色が全然分からない。いや、ちょっと待って、何やろ、わからないね。あの瓶水をねこの近くで見かけたのでね、そうかな、これちょっとあの思い切り加工してね、模様がわかる程度まで触ってみたんですがね、映像わかりますか、何でしょう、教えてください。ヒドリガモ軍団や、これヒドリガモ多いですね、ものすごくいましたね、この一箇所に。おそらく60羽ぐらいはいたような気がするんですけどもね。ヒドリガマはこの辺りではね最も多く見られる冬鳥の一つです。まあ、この時ダイサギがね水浴びしているところだったんですが、ちょっとその動作は終わっているところでしたね。野鳥とのまあ距離というのは、まあ、種類によってもねいろいろすごく近づける野鳥もいればね、まあちょっと難しい、かなり遠くからでも逃げられてしまったりとかね、案外あのカイツブリなんかはね敏感でね、もうカメラを触る前にもう潜られてしまうとかね、いうこともありますね。まあどうだろう、このモズなんかはまあ中間ぐらいかな。まあホオジロは私の感覚では最も近づける野鳥ではないかなと思っているんですけれどもね、この青ジなんかはホオジロによく似ているんですが、案外こう草の中に隠れる度合いが多いような気がしますね。ホオジロなどは割とこう目立つところでねさえずってくれていることもありますので、撮影がしやすいんですが、この生地もね結構あの目立つところにいる場合もあればね、先ほどのように草むらの中に隠れたりねとか思えば、
目の前から飛び立つこともありますよね。キジの場合はね、びっくりすることがありますよね。ですからこちらが気がつかないうちに野鳥の方に近づいている場合もありましてね、カワセミなども結構近くから飛び立っていくことがあってびっくりすることがありますよね。まあ、ですから先にカワセミより先にこちらが気づくっていうことがね、まあコツといえばコツなんですけれども、まあ私もねそれほどこう気を使っているわけではなくてね、まあたまたま見かけた野鳥を撮影しているだけなのでね、まあその距離の詰め方とかああいうのは特にあんまり気をつけてないっていうのが本音でございます。このチャンネルでは兵庫県中部北播磨というエリアから野鳥などを撮影しながら季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。本日はありがとうございました。